トップス広島は、広島県において異なるスポーツ団体で結成された、組織の通称。正式名称は、特定非営利活動法人広島トップスポーツクラブネットワーク。広島県を本拠地とするチームが、すべての広島の人々が、すべての広島のスポーツを応援するのスローガンのもと、異競技交流を通じて、スポーツの普及振興を目指す組織である。 日本で初めて結成された異競技連携組織。参加団体は2020年時点で9競技10団体。基本的に各競技のトップカテゴリーに所属するチームが参加している。参加団体の各ユニフォームの袖にトップス、広島ロゴが入っている。具体的な活動としては広島県内あるいは広島市内の小学校での指導。 小中学生を対象としたスポーツ教室、イベント等の参加など、また他競技間の選手の中で横のつながりもできたという。1993年にサッカー J リーグは社会現象になるほど華々しく開幕したが、1995年以降 J リーグバブルが弾け観客動員に減少傾向が見られるようになった。これに危機感を抱き、 さらなる企業スポーツからの脱却と地域社会への貢献を目指し、1996年 J リーグ100年構想を発表する。時を同じくしてサッカー以外のスポーツにもバブル崩壊の影響から企業スポーツの撤退、廃部、休部が続出していた。その状況に危機感を持ち1999年12月。 サッカーハンドボール、バスケットボール、バレーボールの4、競技における国内リーグ代表者らが、異競技チーム連携に向けて集まり、現状打開のテストケースとして、広島に提案した。2000年4月、任意団体として、正式に結成。当初は、サンフレッチェ広島、JT、サンダーズ、枠永製薬男子ハンドボール部及び、泉女子ハンドボール部、 広島銀行ブルーフレームズの4競技5団体で結成した。こうした経緯から発足当初は J リーグ100年構想を共通理念とし、広報、スポーツ振興、地域アピールとともに観客動員での相乗効果をも期待していた。翌2001年、広島ガスバドミントン部が加入した。創設の理念とは相反して泉及び抗銀が 廃部の危機にさらされる。結果、抗議は廃部となってしまうも、泉は、広島メープルレッズとして、クラブチーム化し存続することとなった。2003年、活動の拡大に伴い今後の維持と発展を目指し、都との収益配分や、行政の援助などを受けやすくするため、NPO 法人申請を行い、 2004年2月9日に認証された。同年には、NTT 西日本広島ソフトテニスクラブ、翌2005年中国電力陸上競技部、2007年、コカ・コーラウェストレッド・スパークスホッケー部が加盟した。2007年当時は、スポーツ教室の開催以上の展開は見られず、一般への知名度が低いままであった。2008年2009年の報道でも、 一般への認知度について触れられている。状況を打開するべく、2008年度から各チームの実務担当者が定期的に集合し広報会議を開いたり、月間広報誌を新刊している。2009年にはこれまで、プロ野球組織、選手による現役高校生、大学生への指導に制限のある日本学生野球検証との兼ね合いから参加を、 見合わせていた広島東洋カープが加入。2010年12月、新たな財源確保として、コカ・コーラが展開する、売上の一部を活動費に充てる支援型自動、販売機設置を採用する。その、トップス、広島支援自販機1号機を、広島新洋金庫本社前に設置した。2011年3月に発生した、東日本大震災を受けて、 坂井大輔や、小萩陽次郎など、所属旧チームの東北出身の選手を含めた72選手で、災害復興支援の該当募金活動を行った。また、2018年8月には、地元広島も甚大な被害を受けた、西日本豪雨災害の支援活動として、また2019年11月にも、東日本を襲った、台風19号の災害支援活動として、 街頭募金活動を行った。2020年4月、広島ドラゴンフライズが加盟。参加チームの分担金や一口5万円で参助金、主催するスポーツ指導、普及事業の参加料、支援自販機など、広島フラワーフェスティバルの準備中の様子で、写真はカープの花車。トップス広島の組はこのカープの組の後ろに入る。ありがとうございます。